はいどうも。えっ、ー、と、今回もですね、ヤオ発砲のあれなんですけど、えー、石橋健太さんがですね、120キロで逃走してたとかですね、そういったところの、えー、をちょっと、えー、考えてみたいかなというところで、えっ、ー、と、前編ですね、静止画でお送りしますんで、私の動画はですね、動きませんよってことで、えー、これがですね、あの、 そうですね。テレビとか、そこら中でですね、あのー、120キロで、えー、逃走してたんだよっていうのとですね、根拠になってるような、ここれがですね、全部、これが根拠になってるのかな。120キロぐらいは出てたよ。100キロは、時速100キロは確実に出てるよっていう、ことなんですけど、 ええー、まあ、早かったってことを言いたかったのかなちょっとね、で、まあ、警察の方ではですね、一応、えー、何キロぐらい出てて、っていうのは全部わかってると思うんですけど、警察の方はですね、基本的にこの話はあんまりしたくないと思うんで、あんまりですね、正確な情報みたいなのは多分出てこないんでしょうけど。はい、これがですね、ええー、パトカーがですね、えー、アクアを見つけてですね、 こう、ぐっとですね、ぐーっとアクセルを踏んで、時速40キロのとこなんで、多分アクアはですね、安全運転をする必要があったから、ゆっくり走ってるんでしょうけど、まあ、ここではですね、簡単に、えー、パトカーが追いついちゃうんで、まだここではですね、うーん、どのぐらいなんだろう。 40キロに走ってるのと、パトカーがですね、60キロぐらい出したっていうとこなのかなというところで、一応ですね、ちょっと、このコースをですね、ちょっと見てみたいなと思いますってことで。はい、おなじみのですね、えー、ここで、えー、パトカーがですね、石橋さんの車を見つけて、まあ、このドミノピザですね。で、ヤオシのドミノピザのなんかのとこでして、 えー、こう、走ってって、行くわけですね。で、こっち側に入,入っていくんですけど、ここにあの、なんだろうな、シルバー。なんか、ええー、な、なんですかね。国旗かなんか、形容できるような感じになってますね。で、こう走ってって、 ここをこう行くわけですね。この辺まだスローですね。40キロで走ってるのかなと思いますねで。40キロで走ってて、えー、まだ40キロなんですねで。パトカーがですね、あれもう過ぎちゃったかな。うーって言い出したのが多分この辺でして、えー、これがさっきの、 タムカイ電子工業さんだそうで。えー、お、おなじみのですね。えぇ、ー、タイムズあれタイムズになってるのあれ違うな。福富なんとかさんですね。この辺でですね、パトカーが、えぇ、ー、と、60キロで、アクアが40キロぐらいで、多分ですね、一応、サイレン鳴らされて逃げるんで、こっからですね、 アクセルをぐーっと踏むんでしょうけど、ぐーっと踏んで、えー、50キロ、60キロ、65キロ、70キロ、75キロ、80キロ、85キロ、90キロ、 えー、95キロ、100キロ。いやー、あくまでですね、100キロから上、そんなに加速しないと思うんだよなー、みたいな感じの話もですね、あるんですけど。えぇ、ー、そうですね。アクセルベタゴミで、そうですね。 このくらいまで来ればですね、120キロぐらいは、あくまでも出せるのかなみたいなイメージですけど、うーん、今ちょろっとはし見ただけでも結構、あの、道路に車が止まってるんで結構、まあ、危ないは危ないですけどね。で、まあ、警察の方もですね、ええー、まあ120で出されたんで、その、うん、一回ですね、どっかでこう見失ってるんですけど、 まあ、120まで出されたら、さすがに、あれなのかなあの、な、なんですかね。追跡をこう諦めるっていうか、まあ、危ないから、ま、やめとくみたいな感じで、ま、あその、まあ、に、逃がしちゃった形になるんだけど、一応ですね、盗難車、と思思われる車が逃げてるんで、えっ、ー、と、応援かなんか呼べばですね、ある程度、 えー、なんか、うまいことなったのかなみたいな感じでちょこっと思いますけど。シャープの工場がありましたね、今。これはら一方通行か。今、こっから、まあ。なんか、誰かが言ってたんですよ。シャープの工場のあるとこだよね、みたいな感じで。あ、いいか、戻れないな。多分、この辺をですね、ガーッとですね、 行けばめちゃくちゃ、あれだな。道が細いのと、車がすごい止まってるのと、こう走っていくとですね、神社があるんですね。神社があって、この道をこっちに行くとですね、えね、ここで、 えー、パトカーがですね、ちょうど見つけてですね、アクアの後ろにベタッとついてですね、この辺でこう、角度をつけてですね、前にトラックがいるから角度をつけて、こうやって逃げてったところをですね、えー、この辺で、あ、ちゃうわ。で、その角度をつけてるこの辺のところでですね、止まりなさいって言ってるところで、 止まらなかったからですね。パパーンパーンみたいな感じで、撃ち殺されて、撃ち殺されてるんですけど、撃ち殺されて、撃ち殺されたんだけど、逃げないといけないから、まだ絶命はしてないんですね。で、撃たれて、で、この辺でですね、えー、 あれ行き過ぎちゃった。この辺でですね、えー、ここで、えゴシャーンって感じで、ぶつかって、えー、まあ、そこでですね、まあ、うん、無くなってるんですけど、どうですかね、アクアで120キロ、まあ、パトカーで、まあ、追跡して、まあ、諦めたのかなっていうところで、はい、ま、あ、<laughs> 無、<laughs> 無駄な動画を撮りましたけど、あー、アクア、アクアで120キロで逃げるっていうとですね、やっぱパートカーはそれ以上で追いかけるんでね、まあやっぱり危ないんで、まあ追跡を一旦諦めたのかもしれないですね。で、まあ、細い道に入ったんで、まあクラウンがまあ一旦諦めたっていうところで、 そうですね。応援かなんか読んでですね。まあ。<coughs> あまあ、結果論ですけど、応援かなんか読んで、こう、まあ、遮断するよりはですね。えー、もうちょっと、おんびんな方が良かったのかな、みたいなところもありますけど、うん、なんか治安がですね、かなり悪いそうなんで、えー、そうですね、もう、 こいつは殺しちゃおっと、やめるか。だからまあ、すごく悪い人に見えたからですね。えー、パンパンと撃ったんですけど。そうですね。まあ、一般の方からするとやっぱ怖いは怖いですわね。で、えっ、ー、と、地元の人もですね、えー、結構、複雑な心境を語ってるんでね。まあ、なかなか難しいんでしょうけど。 まあ、射殺は結果論なんでね。あれですけど。はい。まあ、難しい事件ですわね。難しい事件だと、だけどですね。うーん、やっぱりね、警察、警官がですね、拳銃持ってて、やっぱり、あんな簡単に打ち殺されたりするのを見るとですね、えっと、人ごとじゃないんで、まあ、職務質問もですね、 受けたことあるっていうほど受けたことないんですけど。そうですね。あんな簡単に殺されちゃうとですね、さすがに、一般の人からしちゃうですね。怖いですよってことで。はい。えー、ここになんか、お好み焼き屋さんかなんかあるみたいですね。えし、ー、ゅ、しゅ、しゅわ、しゅしゅわさんだそうで。えー、ちょうど、あれですね。えー、072の、 おい、大丈夫かこの、市外局番。こんなとこ恥ずかしくて住めんぞ、ほんと。ちょ、お電話番号を教えてもらう。<laughs> ほんとか、これ。NTT もこれやめたれや、ほんと。えっ、ー、と、あなたのお電話番号何番ですかって。072の、え ?072 の9。なんとかなんとかの、なんとかなんとか。はい、わかりました。もう一回。 念のため聞いていいですか ?072 のみたいな感じでも電話切った後ですね。あ、やめるか。やめますか。えー、っとですね、ここの市外局番はですね、えー、もう一回聞き返すとかはですね、ほんとセクハラだから、やめた方がいいよってことで、はい。まあ、まあ今回。 えっと、アクアと、アクアがですね、120で走ったのかどうか、まあ一応ちょっと、どうなのかなーっていうところでやってみたよってことで、あと、まあ、市外局番は、えー、072だそうなので、はい、皆さん覚えましょうってことで、はい、今回以上です。